内側ももういいし、すっげーうまそうじゃないこれ。これいいね、ほんとね、やばいっすねこれ。こんにちは、サルです。今朝もホットサンドメーカーで作ってみようと思います。もうね、食材はセットしてます。今回は幕開けのクラウドファンディングで買ったモンターナの着脱式ストレージホットパンの初調理です。これはこれで面白いね。前回の開封動画をご覧になってない方は概要欄にリンクを貼ってますので、よければそちらからご覧ください。 9.8 度、はい、スタートします。玉ねぎスライスとハム、卵、チーズを入れて挟んでます。ちなみに前回の動画をご覧になった多くの視聴者様から、早く次の魔改造をやれと言わんばかりのカスタマイズのアイデアを多々いただいております。おお。ただまあ一度くらいはモンターナさんの努力をじっくり楽しませていただくために、素直に脳をカスタムで使ってみたいと思います。もうちょっとこっちのまんべんなく焼こうと思うと炎が大きい方がいいけどね。シングルバーナーどうしてもちっちゃいからね、炎がね。と言っても、猿が改造予定のポイントは前回動画をじっくりご覧になった方はもうお気づきだと思いますので、いい、近いうちに DIY 動画も公開します。なんかいい匂いしてきたので開けてみます。おー、これはちょっといいんじゃないね。これいいよね。内側ももういいし、すっげーうまそう、すっげーうまそうじゃないこれ。これたまんないよね結構。私のナレーションと映像がまるで合っていないと思いますが、この着脱式ストレージホットパンについて使い勝手を結論から言えば、良い点が2つ、気になった点が2つあります。これでよ、できました。いい出来じゃないかと思います。モンターナロボこれいいね、ほんとね。じゃあちょっと切ってみていただこうかな。ただ気になった点を明かしてしまうと、ね、次の DIY のネタバレになってしまうので、今回は良かった点だけお伝えします。はい、できました。これは結構、結構これは来てますね。やばいっすねこれ、やばいっすわ、これは言葉にならないわ。じゃあ眺めててもしょうがないのでもったいないけどいただきます。美味しいやつをいただきます。ごちそうさまでした。うまいね。一つ目は言うまでもないですが、極めて簡単に分解してハンドル部分の本体に収納できることです。サルのオリジナルバージョンに比べてもはるかに早く簡単に分解できるのがさすがでした。そして二つ目はやってみて気づいたのですが、片付けが簡単になったことです。あー、美味しかった。ハンドルをくるくるっと回すだけで簡単に外れるので、ハンドルごと流しで洗っていた以前に比べ、プレートだけ洗えば良いのでとても簡単になりました。猿は洗うのが大嫌いなので、このストレージホットパンは洗い物が小さくまとまるのがかなり高ポイントでした。